迅速果敢。祈りですか？近道ですね。アドバイス。この先にいる女性に行政について尋ねましょう。行政の願いを分析した結果、内向的な性格であることが推測されます。その特徴は公の場での緊張や交流の増えて単独行動を好むなどが予想されます。こちらの女性の行動と類似していると言えるでしょう。断定はできません。ご主人様より人を外見で判断しないよう言われていますので。推測、両者の関連性は 25.4%。 総理は助言を行います。漂白者さんはそれを実行するか判断してください。湿度の急激な上昇、気圧の低下を確認。データより推測、数時間以内の本州の降水確率は 60% に達します。天気良くないんですね。私そういうの詳しくないので。私はオリエです。はじめまして。
私ですか？これは巻物です。あ、もしかしてここって取材しちゃダメな場所でしたか？ごめんなさい、すぐ離れます。このエリアでの写生や写真撮影は禁止されていません。織江さん、落ち着いてください。学部なんて、私はただちょっと絵が得意なだけで。その推測に同意します。行政と耳にした際、あの女性の言動に何の異常もありません。研究員に直接話を聞いた方がいいのかな。条件に合う対象を発見しました。対象の身分参照、過疎研究員、実験課所属、行政または仕事のプレッシャーについての質問を推奨します。仕事のプレッシャー、深刻な雰囲気を避けたい場合はリラックス効果を持つユーモアあふれる質問方法を使用するのでご安心ください。毎晩毎晩考え事ばっかりで、一週間ずっと眠れてない。もうダメかも。掲示板見た？今日懇外掲示板に突然見覚えがある単語が出てたよ。ほらあれだよ、深夜不安症候群ってやつ。単語検索、深夜不安症候群、流行語。現代の若者が仕事からもたらされる過度なプレッシャーにより生活への情熱を失ってしまう状態を指す言葉です。その症状に人との交流を避ける、仕事に対する拒絶反応、不眠、抑うつ状態などが挙げられます。またこの単語の出現タイミングおよび行政の願いが投函されたタイミングを踏まえた感情の一致率は 87% です。昨日他の科の研究員がこの深夜不安症候群を理由に主任に欠勤届を出したらしいわ。この世界は素晴らしい、毎日いろんな苦しみが襲ってくるだとか言って。はあ、ほんと羨ましいよ。休みたい時に休みを申請できるんだから。うちなんて研究結果が出ない限り気分よく寝ることさえできないわ。そんなことがあったのか。
普段あまり掲示板は見ないけど、その単語はもしかしたらここ最近みんなのプレッシャーが大きすぎたのかもしれないな。そう思い詰めず、しっかり休め。あとは俺に任せて、無駄な体力は使わない方がいい。よく笑っていれば自然と運が回ってくるさ。さすがあなただわ。こんな時でも元気なんだから。まあいいや、この話は終わり。私少し仮眠を取ってくる。あとは頼んだわ。あの、あんた、さっきからずっと俺たちの話を聞いてたよな。何か用か？ちょっと待った！あんたもしかして、自分の体で残像を吸収したっていう、あの漂白者か？まさかこんなところで会えるなんて。何でも聞いてくれ。残像についてか、それともあの声の、あ、いや、何でもない。行政、一般的な名前だな。でもうちにそんな人はいなかったと思う。他に何か知っている情報はあるか？もしかしたら探すのを手伝えるかもしれないからさ。深夜不安症候群と行政を同列のキーワードとして検索。417件の関連情報を検出しました。これらの内容は行政という名のアカウントより掲示板に残された発言であり、そのうちの一つに今日も君みたいな一日だったとの発言を確認。おいおい、他人の行動をそうやすやすと分析するのは良くないと思うぞ。マシンプロトコルの赤文字条約違反だな。プロトコルを検索中。条約違反を確認。申し訳ありません。次回プログラム起動まで残り。申し訳ございません。場を和ますことができるなんて素晴らしい機能だよ。気にするな。でもなぜ行政を探しているんだ？その質問はプライバシーに関わるため、関係者以外にお答えすることはできません。なるほど。ところでこのロボット、どこかで見たことがあるような。もしかして月の木屋の？そうか、月の木屋は願いを叶えてくれるって聞くし、俺も試してみたいと思ってたんだが。おっと、悪い、遠心分離機の作業がそろそろ終わる時間だ。戻ってサンプルの確認をしないと。行政の正体に関する情報を得ることはできませんでしたが、新たなキーワードを入手しましたね。確かに、これなら掲示板に何か書かれていないか確認できる。それから他の人にも話を聞きに行ってみよう。一つお伝えしなければならないことがあります。先ほど10番さんと会話をしていた時、こちらに高い関心を示していた方がいました。今現在もその方は我々の会話を盗み聞きしています。盗み聞き？まさか。対象となる研究員の居場所を特定しました。やっと役に立ったね。総理はずっと役に立っています。
やっぱり見つかっちゃったか。ま、いいか。ちょうど話しかけようと思っていたところだし。我々の会話を盗み聞きしていた理由をお聞かせください。ごめん、これには深い事情があって。それに君たちの人探しも助けてあげられると思う。君たちは行政がペンネームで投函した願いを叶えようとしているけれど、行政の正体が分からずに困っている。この結論に至るのは難しいことではない。君が連れているのは月の木屋のロボットだね。こんななりをしているけど、僕も研究員だからね。僕はキュウリ。行政が誰なのかを知っているよ。それに君たちもすでに行政に会っているよ。やっぱり気づいていたんだね。10番もきっと君たちの正体に気づいて、言い訳を並べながら慌ててその場を離れたんだと思う。どうやら彼は今でも逃げ癖がなくならないようだね。初めて行政が10番だと知った時は僕も驚いたよ。彼とは幼馴染なんだ。一緒に成長して学校に行って、研究員の職員試験も一緒に合格した。10番は子供の頃から輝いていたよ。とても礼儀正しくて、人と話すのも上手だったな。だけどいつからか掲示板にネガティブな投稿をするようになった。行政の正体が分かるまでそう時間はかからなかったよ。彼の口調は誰よりも知っているからね。理由を直接尋ねたこともあるんだけど、彼は答えることなく、結局僕を避けるようになった。そして彼は僕たちがいたプロジェクトから逃げたんだ。ああ、昔音外の実験で怪我をして後遺症が残ってしまったんだ。だからもう精密機器は扱えない。最初はプロジェクトを一緒に続けられなくなったから避けられているのかと思ったんだ。でも10番はそんな人じゃない。そこで一つ頼みを聞いてくれないかな。彼の願いを教えてほしいんだ。できることならその願いは僕が叶えてあげたい。それに10番がこうなってしまった理由も知りたいと思ってる。キュウリさんより提供された情報は 99% 真実であると推測。願いを叶えるため該当情報の共有をお勧めします。そんなことが。まさか10番は僕の怪我を自分のせいだと思っているのか。そんなわけないのに。それに僕だってそう思ったことは一度もない。そんな願いを書いても彼は今までと何ら変わらない態度で毎日を過ごしているのか。相変わらず笑顔で他人を慰めて他の人の分まで頑張って、僕はその方が心配だよ。教えてくれてありがとう。残念だけど今の僕では10番とまともに話をすることもできないと思う。だけど漂白者、君ならできるかもしれない。10番は子供の頃から音外に対してすごく興味を抱いていて、僕たちの研究プロジェクトから外れるまでずっと音外に関する研究をしていた。でもあんなに音外について情熱を持っていたのに、今はもうその研究を続けていない。だから彼が本当に好きなものを話題に出せば、いろいろと教えてくれるかもしれない。もし10番の本当の願いが分かったら必ず僕にも教えてね。
小悪じゃん。そっちはどう？これまでのログを送信しています。送信完了。よかった、すべて順調みたいだね。早速本題に入らせてもらうね。この前のコード、あれに何が書かれているか分かったんだ。恩返についてのものだったよ。彼が昔必要としていた3つの恩返実験サンプルデータだ。記録によると、10番さんの当時のパートナーであるキュウリさんはこれらの恩返を探していた時に不慮の事故に遭ったらしい。それからすぐに10番さんはこのプロジェクトを中断している。このデータが役に立つといいんだけど、僕も用事が終わったらすぐに合流するね。それじゃひとまず恩返を探してみよう。任せて。任せてください。腕章変身。花よ。どうしよう。ピピ、ターゲットとなる恩返のデータの取得完了。任務達成。漂白者さん、さすがです。さすがだね、漂白者。シグナルの伝達正常。うん、問題ない。これは総理の機能の一つなんだ。遠隔で総理を操作して視覚と聴覚、それから行動モジュールを同期しているから君とも問題なく話ができる。これが一番早い合流方法だからね。それに研究員の同僚がいたら心の扉も開きにくいだろうし。さあ、急いで行こう。迅速果敢。迅速果敢。漂白者、どうしてまたここに？行政は見つからなかったのか？俺に？これは恩返テストのデータ。こんなものをどうして？あ、いや、どうやってこのデータを手に入れたんだ？
総理と漂白者は今恩返の研究をしているのですが、少し行き詰まってしまいまして、そこで恩返の専門家である十番さんに助言をいただきに参りました。とっくにその研究はやめているんだけど、まあいい。何が知りたいんだ？あんたたちが持ってきたデータを見る限り、モーション値が高い傾向にある。恩返の地理的適応機能性について調べてみるのもいいかもしれないな。ここの数字に基準値を照合するとフィッティングは1に近づく。モデルの仮説の方向性は間違っていないと思うが。へえ、見れば見るほどこのデータもっと早く手に入っていたら俺だって。あ、このデータ売ってくれないか？いくらでも出すからさ。あ、いや、俺しかいないんならこんなデータがあっても。え、今なんて？友人に対しても恩返の研究に対しても君はずっと心残りを抱いていたんじゃないかい？いや、何を言っているのか。あの実験は悲惨な事故を引き起こした。だから俺はプロジェクトの中断を決意したんだ。それを今さら。月の木屋に投函された君の願いは見せてもらったよ。でもあれは君の本当の願いではないはずだ。君のことを理解してくれる仲間と恩返の研究を続けたい。これが君の本当の願いなんじゃないかな。まさか本当に俺の願いが誰かに届くとは思ってなかったよ。ああ、そうだ、俺が行政だよ。夜中に愚痴をこぼすことしかできない負け犬。薄っぺらい知識しかない見かけ倒しの専門家さ。研究員に入るために俺はずっと努力してきた。でも一番の親友は本当の天才で、死に物狂いで頑張っても俺は超えられなかった。二人で恩返の研究を極めようって約束したんだ。俺たちなら悲鳴の本質に触れることができるかもしれないと思ったから。だけど俺のせいであいつは。サンプルが足りなかったから俺があの実験を無理に始めたんだ。あいつが怪我を負ったのはそのせいで。なのに俺は頑なに実験を続け、あいつの治療の機会すら奪ってしまった。結局実験の最終段階でプロジェクトに残っていたのは俺だけ。実験は完全なる失敗に終わった。誰もいなくなったラボで俺は理解したよ。俺の全て、友人の未来までかけたこの実験は無駄だったのだと。友人に怪我をさせてしまった。キャリアまで諦めさせてしまった。俺には興味のない仕事を延々と続ける凡庸であることがふさわしい。でも夜が更ける頃、いつも後悔に襲われる。恩返の研究を諦めることはできない。心の中の執念がずっと俺を責め立てるんだ。でも俺にはそれに手を伸ばす資格なんて。執念
前、いい加減にしろ。いつまでそんなこと言ってるつもりだ。キュウリ、どうして。僕がお前を恨んだことなんて一度もない。最初から僕もお前と同じ気持ちだったから。僕らの追い求めていた真理のためならどんなことだってやる。僕が許せないのはお前がそれを途中で諦めたことだ。でも。いいから黙って聞け。ああ僕を避けていたのがこんな理由だなんて思いもしなかったよ。まあお前は昔からそういうやつだったよな。研究以外のことで問題に直面したらすぐに逃げ出すんだ。ごめん。研究という長い旅路において支え合える仲間がいる。それは本当に素敵なことだと思う。どうやら僕たちが手を貸さなくても彼の願いは叶いそうだね。ということは、行政の願いはエラーデータの発生源ではない。漂白者がいてくれて心強いよ。それじゃひとまず戻ろうか。漂白者、この間酔い付き会の出店の種類はみんなの願いと好みに変わるって言ったのを覚えているかな。今日までに届いた願いは総合的に見ていくつか良さそうなテーマを思いついたんだ。だからそっちの準備もそろそろ始めるよ。
迅速果敢。近道ですね。